皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はアンケートを取りたいなと思ってカメラ回してます。皆さんお元気ですか？私はお元気です。最近ね、晩ご飯に生姜のスープを取り入れているんですけど、そこにもち麦とか入れることによってダイエットのこう効果が作用促進していくみたいなので、ここ2ヶ月ぐらいかな、毎晩もち麦を食べてます。なんかね、そうすることによって徐々に体重が落ちていってるようです。早速、話の本題なんですけど、今私のこのチャンネル、外で撮影しているもののシリーズって2つあるんですね。プチ旅、そして自撮り散歩。最近は自撮り散歩が多いんですけど、よくこの動画欄見ると一人ぼっちだけど一人ぼっちでどっかにっていうタイトル目に入ると思うんですけど、それが自撮り散歩シリーズで、プチ旅シリーズは私一人での撮影ではなくて、事務所さんに協力してもらってカメラマンさんとこう自撮り散歩とはまた違う遠方に行って、で、まあ日帰り旅行テイストな雰囲気で撮影行ってます。だからまあ違いというと、プチ旅は、まあ、自然とか特急列車に乗ってどっか遠くに行くとかといったちょっと旅番組風で、この自撮り散歩は、まあ、私がこうセルカボを持って街をブラブラ散歩で行ける範囲の距離のところをね、一人で楽しんでわちゃわちゃとしているんですけど、皆さん見ている方どっちかしか選べませんという状況になったらどっちがいいですか？いや別にどっちも見なくてもいいよっていう、コメントではなくて、どっちかしか選べないという状況だったらどちら選びます？プチ旅か自撮り散歩。今後のこの発展に何かの参考にさせていただきたいなと思って、皆さんにちょっとクエスチョンしてます。まあ私はねどっちも好きなんですけど、そのフットワークの軽さで言ったら自撮り散歩の方がやりやすい。やっぱりプチ旅っていうのはその事務所の方に事前に打ち合わせして、何日にここでこう行ってっていうスケジュールで動いてるんですけど、まあ自撮り散歩だったら、ああちょっと明日行こうかなみたいな感覚で行けちゃうので、まあその感じだと、まあ自撮り散歩の方が本数は多くなるかなって思ってます。こんな感じで皆さんにはクエスチョン、まあアンケートかな、させていただきました。もしよかったら画面の下にコメントでどっちがいいってあったら書いてください。喜びます。ほぼノーカットで言っちゃってると思うので聞きにくかったらすいません。では皆さん最後まで見てもらえてありがとうございます。エンディングの画面に私の顔のアイコンが出てきますので、チャンネル登録してない方はよければクリックお願いします。また。